Globis. Chicken Look.はい、今日一番異色なセッションに来ていただきありがとうございます。ですね、本日はですね、クリエイターの人たちに寄せた形でセッションやってまして、まあ、いろんなところで Web3 のセッションやってると思うんですけど、ここまで寄せたセッションは多分初めてじゃないかなと思うので、お聞きいただければと思います。でちょっとですね、パワポの方を映していただいて、ちょっとビジュアルがないと多分分かりにくいと思ったので、ビジュアル用意したんですけども、じゃあ、エキムさん、ちょっと。はい、ベリーロングアニマルズという、まあ、この顔が長い動物のピクセルアートの NFT コレクションをやってる、エキムと申します。よろしくお願いします。ですね、僕のこれ見方なんですけど、一番左が、出品してる数ですね。87体出品しています。これは多分他のこれから紹介していただくコレクション、よりもだいぶ少ないのかなって思って、結構、こう世界的にいろいろ見ても、まあ割と少ない方の出品ではあると思います。で、杉川オーナーで81人の人が買ってもらってるっていう形になります。まあ一応87体全部完売しているので、まあ2つとか、内藤さんとか4つくらい持ってくださってるんですかね。なんかみたいな感じで。複数持ちの人もいて81人になってます。で、これフロアプライスっていうのは今、出品されてる最低の価格ですね。だから今買える最低の価格は、4イーサリアムになっています。まあ、イーサリアム、今ちょっとだいぶ下がってるんで、1イーサリアム20万円くらいなんですけど、そういう価格になっているという感じで。で、ボリュームトレードは、1時、2時合わせて、オープン市場でどれだけ取引が起きたかっていうので、合計58くらいですかね。58くらいですか。になってるっていう形に、今、なっています。はい。というものです。一応これ今87体しかないと思うんですけど、ビリードンガニマでもシリーズのようにたくさんのシリーズがあると思うんで、ちょっとシリーズがこう何個ぐらい他にもあって、これ世界的にも稀な数あるんですけど、で、その中で全部の NFT の数がどれぐらい出てるのかもちょっと教えてもらっていいですか？そうですね。ビリードンガニマルズ著作権をほとんどこうフリーにしていまして、二次創作 OK で商用利用も全くライセンスフィーを取らず、OK で、クマモンとかとも違うのは許可もなくて OK っていう風にしてあるので、立ち上げて3ヶ月くらいなんですけど、このベリロングアニマルズの、サイドのコレクションみたい、サイドのコレクションが多分100以上あるっていう、コレクションが100以上で、で、なんで何体あるかちょっと数えてはないんですけど、まあ、1000、2000、てかまあ、1コレクションでなんか1万体あるやつとか最近出たんで、もうなんかもうめちゃくちゃあるっていう感じですね。で、まあ二次創作で、NFT コレクションだけじゃなくていろんな二次創作ってフィジカルなものとかもあるんで、それ合わせたら160くらいの二次創作が今発生してて、それを使って、こういろんな、こう、本当に、商取引というか、まあ、商売も行われているという感じになっていて、まあでも僕らライセンスフィー全くもらってないっていう形でどんどん進めてるっていう。感じになってます。はい。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ次、メケッツォさん、いけますからね。メケッツォさんの場合は、まあ先ほど、エイキムさん3ヶ月くらいって言ったんですけども、2018年くらいからやられてるので、まあオープンシーンの当時とこの、まあ直近のこう大きな変化の数字的なところも含めて、ちょっと自己紹介だったりにしていただければと思います。なるほど。わかりました。2018年くらいから、NFT と VR というのを、掘ろうと思って、まあ一人、粛々と開発してた、人間なんですが、こんなアバターの姿ですいません。よろしくお願いします。はい。普段は、基本的には顔出しをしない、加速感情から登壇してるので、まあ、今日はかなりレアケースかなと思います。で、僕が作ってるメタアニというのが、まあ、まさにこのようなヘッド、もうちょっと下に行けたりはしないか。まあ、映ってるような、白い猫ちゃんみたいな、ものがありまして、これをその、一つとして同じデザインがないものを1万体ぐらい生成していたりします。で、今までの累計取引高で言うと 1.3 億円ぐらいありまして、まあ過去で言うと、キズナアイさんであったりとか、キャリーパムパムさんといった、日本の可愛いを代表するような IP と、コラボしていたりしています。で、最近で言うと、コーチェラっていう音楽、の、フェスがあるんですけど、そこにもこのメタアニのアバターが出て、キャリーパンクさんと一緒にダンスをするみたいな、結構特殊なコラボをしていたりします。はい。ちょっとまあ、基本的には今 NFT っていうのは、まあ、オープンシーが一番、まあ、取引高として多いと思うんですけども、
ゲットさん始めたぐらいの時のオープンシーンの、まあ、売買代金がこんなもんだっていうところと、まあ、直近、まあ、最近だと1月が一番良かったと思うんですが、その辺の数字もちょっと教えてもらっていいですか？なるほどですね。まあ、僕が、投資家にピッチデックを送っていた最中にオープンシーンをまさに引き合いにして、出していたんですけど、オープンシーンの取引高、累計取引高は5億円ぐらいですよと。で、なので伸びますよみたいな論法をしていたんですが、まあ、最近だともうそれをもうめちゃめちゃ超えて、もう何も比較にならないような状態になってしまいましたね。今年の1月が月間で、50億ドル。なので、もう多分小泉さんいらっしゃいますけど、メルカリさんでも1年で8000億円ぐらいですか？流通金額で。なんで、それが今1ヶ月ぐらいで近い数字が叩き出てるような状況になってます。しかもそれオープンシーだけっていう話ですね。オープンシーだけですね。うん、なんで、マジックエデンとか2番手3番手とか足していくと、まあ、優に月間で言うと、まあ、多分1兆円ぐらいいってるんじゃないかなというぐらいな規模感で NFT の売買が、まあ、されているというような状況になっています。じゃあ次、最後にニコさんが。じゃあ、ニコさんはですね、はい、3末に、こう2222個のコレクション出したんですが、まあ、これが非常にわーっと伸びて、日本国内でこう、ジェネレイティブという、こう、たくさんのコレクションを出すことが、ブームになる先駆けになったような、まあ、ネオ東京パンクスという作品をはじめ、いくつかのコレクションを開いているニコさんです。ニコさんも、こういうイベントに出るのは多分初めてだと思うんですが、まあ、よろしくお願いします。はい。はい、すいません。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介させていただきます。ちょっと今、紹介いただいたんですけれど、2222体の発行枚数のジェネラティブですね。複数のパーツをジェネレートして、自動的にこう、イラストが生成されるようなコレクションで、2220体を発行させていただいてます。で、現在のオーナー数が1070人で、フロアプライスが 0.34、まあ、そうですね、0.35 ぐらいを推移してます。で、トータルのボリュームトレードは、1130イーサーぐらいですね、今。なんで、日本円でまあ 2.3 億円ぐらいの取引をされているようなコレクションになってます。で、私自身は、去年の9月頃からですね、NFT に参入しまして、まあ、これまで、イラストのコレクションや、まあ、アバターのですね、ボクセルのアバターのコレクションというようなものも、やっておりまして、計、5つぐらいですかね、過去に、コレクションをやってまして、で、今年の、まあ、3月の末にですね、満を持して、この、まあ、ジェネラティブの PFP コレクションを出したというような経緯になっております。はい、よろしくお願いします。今、ちょっとどうしてもイーサリアムが下がってるんで、金額換算が2億弱になってましたが、確か僕の記憶だと最初の1ヶ月ちょっとで1000イーサ近く売れてたので、その時40万円ぐらいだったので、まあ、初月、ほぼ1ヶ月で4億円ぐらいの、まあ、売買高ができてたぐらいな感じの規模感だったんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ次、ここからですね、徐々にテーマの方移っていきたいんですが、まずちょっと国内、まあ、グローバルっていうところあるんですけども、まあ、国内のNFT でまあ成功しているポイントで、それぞれ3社ちょっと違うアプローチでやられていると思いますので、まあ一番古いメケッツオさんからちょっと自分のコレクションをやっていて、この辺から手応えあったなのかも含めて、こう成功ポイントを教えてもらってもいいですか？そうですね。僕の場合は特にその、時勢的にもその、なんだろう、ボワードエイプヨットクラブっていうのがちょっと流行り出したぐらいの時に、メタニっていうのがローンチしてるんですね。去年の、まあ大体10月にコレクティブとして発表したものなんですが、っていうのもあって結構注目度が高かったっていうのと、その当時、一切出ていなかった、VR で使えるアバターで、しかも1万体全部違うデザインっていうのは、今を見ても、なんだろ、他に、ないというか、なので、まあかなり真似しづらい技術的な差があったっていうのが多分僕らの成功ポイントかなと思っています。ちなみに NFT のやってるチームでどれぐらいのこう人数とかその役割の人たちがいらっしゃるんですか？そうですね。ローンチした当時は本当にクリエイターだけで集まってまして3人ですね。で今はようやっと増えてまあだいたい10人ぐらいになってきたんですけど、まあ最初は立ち上げは3人ぐらいのまさにスタートアップといった感じでやってました。その中でもその、まあ、クリエイターさんが重要性高いのか、こう、プロデューサーみたいな人が重要性高いとか、まあ、もしくはマーケティングとかコミュニティ、まあ、最近、こう、重要性高いと言われてコミュニティマネージャーみたいな、その辺のちょっと役割のところでポイントを教えてもらってもいいですか？そうですね。
なるまあ、今みたいな垂直立ち上げみたいなのをやろうとすると、マーケターとかの方が、比重が高くなるかなと思っています。で、僕らの場合は、僕はプロデューサーとエンジニアと、あとクリエイティブのディレクションをやっていたので、あと 3D モデラーとブロックチェーンのエンジニアですね。がいた感じです。ただ、ここにかなり、マーケターがもしついていたら、もっと爆発的に流行っていたような気がしています。じゃあ次に、エイキムさんは日本でも珍しい、まあ、自分で絵を描いている起業家で、かつ現在大学休学中という状況だと思うんですが、ちょっと初めの経緯から含めて、ちょっとこう、ベリドンが当たった経緯、ポイントとかも含めてちょっと教えてもらってもいいですか？いや、始めた経緯は僕、本当に3ヶ月前くらいに始めたんですけど、なんか本当に Web3 とか何も関係ない事業をやってた学生起業家で、アメリカに行って自分のプロダクトをちょっと、見せてきてやろうと思っていて、海外の人に行ったんですけど、口座がその時、2万円くらいしかなくて、ちょっとお金なくて、で、人とも会えないんで、時間もあってみたいな時に、絵を描いて、ベリーロングアニマルズが誕生したという、風になっています。そういうふうに誕生したんですけど。小遣い稼ぎから始まったってことですか？ああ、そうですね。飛行機代がちょっと払えないんじゃないかっていうのがあったんで、始めたというふうになってます。はい。なぜそれがこんだけ、もう、界隈、NFT 界隈でもベリロンっていう単語でもすごいこう親しまれて、はい、もうバズワードっぽく、ミームのような感じになっていると思うんですけど、はい、そうなっていったきっかけとか、まあ、振り返った時のポイントってどのとこだったんですか？一番最初で言うと、やっぱり結構、こう、NFT のプロジェクトってクールなやつが多い中で、割とこう、間抜けな感じが割となんか良かったのかなっていうのと、あとは、なんか僕が謎すぎて面白かったのかなっていうのはちょっとあります。なんかいきなり出てきて、なんかずっとベリロンベリロン行って1日10時間くらいツイッターにいるやつみたいな、感じだったので、まあ一番最初で言うと結構そういう、なんか、なんだこいつみたいなのから始まったのかなっていう感じですね。なんか先ほども、イーサリアも値段下がっちゃったって言いましたけど、当時だと40万円ぐらいだったもんで、3ヶ月前は。まあ、1体160万円でお小遣い稼ぎの NFT 売り始めちゃっていて、どの辺にこう手応えがあって、こっちだなっていうふうな感じでやったんですか？結構、僕、毎日絵描いて毎日リリースしていく中で、なんかもう、ありえない速度で売れちゃうタイミングが来てしまって、毎日頑張ってたら、なんか出品した瞬間に売れましたって通知が来る。で、みんなクリックセンスをしてるみたいな。で、その時の価格が 0.32 イーサリアムで、もう結構になっていたんで、まあ、10万円超えてるくらいになってきていたんで、なんかこれ、ちょっとバブルっぽいというか、なんかなんかあんまりこう、これを持つ意味とかはないけど、なんか盛り上がってるから買われてるなっていう。の状況になってきてるなって思ってて、ただこの人気をこううまくこう、いいペースに落とし込んだら、もっと長くこう生き残る IP になるんじゃないかなっていう手応えを感じたんで、そこからコミュニティを作っていこうみたいなところに振り切って、あえて安い価格で出品して、コミュニティを丁寧に作っていったりとか、し始めたのが初めて1週間後くらいだったんで、そこからもう、今までやってたよくわかんない事業とかやめて、こっちにしたっていう感じですね。なんかこう、はい、まあ皆さん多分今オープンシーン見られたらわかるんですけど、メケッツァさんのやつは 3D なんで、ちょっとここの会場にいる人皆さんが、ちょっと作るの難しいかなって感じると思うんですが、本当言いにくいんですけど、こう、ベリロンに関しては、家帰って俺でもできるんじゃないのかなと思った方がたくさんいらっしゃると思うんですよ。それがなぜベリロンだけがこんな金額で売れてるのかっていうところをちょっと知りたいんですけど。こう、チープさが、やっぱり、二次創作を生むんですよね。やっぱり、なんか、誰でも描けるっていうのは、反対に言うと、結構、やっぱ作りやすいっていうのが、あって、それで、二次創作が、さっきも言ったんですけど、100以上あるので、これってなんか、ナウンズっていうすごい有名な、NFT プロジェクトがあるんですけど、海外の、グローバルで有名な、で二次創作、とかを推奨しているプロジェクトの代表例みたいな感じなんですけど、それ出てから9ヶ月くらい経ってるんですけど、それより多いんですよ、うちの二次創作の数っていうのは。まあ、ちょっと多いっていうと、数え方がいろいろあるんで、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、匹敵するくらいの規模感があって、で、そのなんか、その二次創作がすごいバーってあると、やっぱりこう、コミュニティの熱が高まってくるんで、そこにこう、ジョインしたい
とか、なんかその仲間になりたいって思う人とか、こう、やっぱ出てきてくれたりとか、なんか面白そうだから買っとくかっていう人が、出てきてくださったりとか、しているっていうので、まあ、単純に、まあ、僕の絵が売れてるっていう感覚っていうよりかは、その、やっぱりコミュニティに参加している、こう、表明としてのトークンが、トークンがあくまで売れてるっていう発想になった方がいいのかなとは思っているっていう感じですね。まあ、今日ちょうどこの後の話につながってきますが、どうしても NFT っていうとニュースとかでもアート、NFT アートっていう話によりがちなんですが、実際は現場として起こっていることは、アート側面のかっこよさ、可愛さで売れてるっていうことの割合でも非常にちっちゃくなってるので、今日その辺の話もできてきたら嬉しいなと思っています。じゃあニコさんもですの方にもですね、ドンと、まあなんか僕から見ると、当時ドンと出てきたなって感じがして、世間も、お、こんな行くんだって、世界ランキングの方も上位ワッと入ってきて、こんな行くんだって感じがあったんですが、ニコさん今回、まあ、ネオ東京パンクスってジェネレーティブな大きいコレクションをやろうと思ったきっかけと、はい、自分の中のこう、なぜ当たったのかってをちょっと教えてもらってもいいですか？はい、そうですね。やろうと思ったきっかけは、もともと自分も一点物のコレクションをずっとやっていて、発行枚数にしたら本当に全部合わせて100ちょっとぐらいのコレクションなんですけど、やっぱりその、コミュニティを拡大していきたいっていう思いがあって、で、それでちょっと発行枚数っていうところで言うと、その100何体っていうのはやはり、コミュニティを拡大するよりは少ないと思っていたので、そのコミュニティを拡大する手段として、そのジェネラティブ、をまず選んだっていうところですね。で、あとはまあその世界のトレンドっていうのがやっぱりジェネラティブっていうところがあったので、そこはちょっとクリエイターとしてチャレンジしていきたいなっていうので、チャレンジしたっていうのがそのスタートになってますね。そのまあ成功したここまで、バンとこう、成功した要因としては、おそらくその、まあ去年からクリエイターとして活動してて、まあコミュニティができてた。まあ、ちっちゃいにしてもコミュニティができてたっていうところと、あとは、自分がやっぱりその NFT クリエイターとしてやっていたので、そのクリエイター仲間というか、そういうところの協力体制とかもしっかりできていて、なんで、そうですね。まあ、当時、まだそのジェネラティブにチャレンジするコレクションっていうのがなかなかなかった中で、一クリエイターが、今からジェネラティブにチャレンジするっていうところ、今興味を持っていただいて、まあ、みんなで応援しようっていう雰囲気ができていた。っていうところが一番なんかこう、成功した要因になってるんじゃないかなっていうのは自分で思ってますね。なんかちょっとすいません、顔出しをしないぐらいプライベートのことを隠している状況の中で、プライベートのことをちょっと突っ込んじゃうんですが、まあ、初月1ヶ月で、こう、4億円ぐらいの売買をされるようなプロジェクトでかからず、今、ニコさんはまあ、お昼全然違う仕事をされていて、夜と土日でやっていて、はい、かつメンバーはニコさん以外全員デセントライズな感じでやられていると思うんですけども、まあ、今後そのまあこういった NFT のプロジェクトとか Web3 のプロジェクトにおいて、まあ、先駆けて、はい、その会社という形態を取らずに、こう分散された組織でやられていると思うんです。はい、そこにおけるまあ大変さとか良さみたいなところを教えてもらってもいいですか？そうですね。やっぱり大変さはもう単純に時間がやっぱりなかなか作れないっていうところは、まあ一番あって。で、なのでまあそこを、まあ運営メンバー今全員実はその副業的な感じでやってるんですけど、まあ、やっぱり協力体制って一番重要で、なのでその、まあ各、その運営の役割分担であったりとか、っていうところは本当に重要かなと。あとは、そうですね。まあ、副業でやるってなると、やはり、その人的なリソースも限られているので、ある程度、こう、まあ、半分DAO的なやり方をしないと、その人のリソースっていうのが全く足りてこないので、ある程度その余白を持たせて自由に動いてもらう。ホルダーさんとかに自由に動いてもらうっていうところを意識しながら、で、やれることは自分たちでやってもらうとか、っていうところは意識してやってますね。はい。ちなみに何人、まあ、そこは、まあ、大変であり、はい。ちなみに何人ぐらいの方が関わっていて、そのうちリアルに対面してお会いした数って何人ですか？はい。ですね、コアメンバーが、私含めて6人なんですけど、実際に会ったことあるのはその中1人だけですね。あとは大体オンラインでやってたりとか。で、あとはそのコアメンバー以外に、まあ、サポーターという形で、まあ、20人ぐらい動いてるんですけど、そこはもうほぼほぼ会ったことはないですね。はい。世
世の中でいろんな DAO がどうって話されてますけど、まあ、現場もこんな感じで、まあ、動いているというところのお伝えかなと思っています。はい、で、次にですね、はい、今、じゃあちょっと話移していきますけども、今 NFT のプロジェクトって今後、今、こう、ただ単の NFT だけじゃなくって、まあ、ゲームと連携していくとか、そのメディアミックスをしていくとかみたいな形で、こういろんな今後の展開っていうところが、こうアート、このプロフィールのアートを飛び出始めていると思うんですが、その辺こう各社が考えられていることとか、どのようなことをやってっていうのが世間で面白そうなこととかをちょっと聞いてみたいと思うんですけども、まあ、じゃあ同じ順番でメケッツォさんが一番多分古いんで、今後のいろんな連携も含めて、どんなところが面白いなと思ってますか？そうですね。なんかNFT って、ものを発行して、で、その発行した人以外が勝手に拡張できるみたいな、面白ポイントがあってですね。なので、例えば僕が、僕はその普段メタバースの、仮想空間とかを作ってるんですけど、その仮想空間に、他の、誰かの NFT を、呼び出したりとか、それを使って、例えばその NFT がないと入れない部屋みたいなのを作ったりしてるんですけど、なので、なんか、みんなで持ち寄る砂場みたいな遊び方が NFT にはあってですね、それがすごく可能性があるなと思っています。なんか今までその一社で、このコンテンツを作ったら、自分たちでこう、石を積んでいかなかった、いといけなかったものが、みんなで砂粒を撒いて、それをどう組み上げるのか、みたいな遊び方が生まれたかなと思っています。次、エイキムさんは、NFT を持ってないと来れないオフラインイベントみたいなことを開催して、非常にこう、密度濃いイベントとかも開催されていて、こう、プロフィールというよりかは、こう、パスポートみたいな役割の可能性とかをいち早く試されていると思うんですけども、その辺のちょっとお話もお伺いしてもいいですか？あ、そうですね。結構コミュニティっていうユーティリティは、まあ、どのプロジェクトにもついてもあるんじゃないかなというふうには。持っていて、で、もちろんその DAO とかなんかそのオンラインだけで完結するとかなんかそういうのもまああるとは思うんですけど、僕らは結構オフライン重視してるっていう形ですね。で、グローバルで成功してるプロジェクトも結局今度の NFT ニューヨークとか見ていても、もうみんなオフ会やってるんで、なんかやっぱそういうのは取り入れていかないとなとは思っていて、なんで僕らはオンラインではその NFT を持っていることで画像をアイコンにしたりして、オンラインではこのコミュニティに属していることをそういう形で示せるし、今度オフラインではその NFT を、まあ、ウォレットを見せたり、なんかまあいろいろやり方あるんですけど、持ってるってことを表明して参加できるパーティーを開いたりとか、するみたいな形で、そのコミュニティとしの、まあコミュニティに属してるっていうそのアイコンとしての画像がついてるトークン、参加券みたいな感じで、扱い始めてるって面はありますね。はい。次、ニコさんは、先ほど出られていた、まあ、コインチェックさんであったりとか、まあ、サンドボックスとかも含めて、結構いろんな会社さんとネオ東京パンクス自体が連携をしてっていると思うんですけども、その辺どのようなお考えでやられてたりとか、どのようなこう可能性を見られているか教えてもらってもいいですか？はい、そうですね、まずその NFT 初の IP っていうところで、まあ、その、プラットフォームが限定されてないというか、そのアニメから出たわけでもなく、ゲームから出たわけでもなく、NFT から出たってとかポイントになってると思っていて、なので、まあ、結構 NFT コレクションって、まあ、ロードマップで未来的にアニメ化するとかゲーム化するっていうコレクションも、まあ、たくさんある中で、ちょっと自分たちはそこに、まあ、その NFT 初の IP でフリーにこう使えるっていうところに、可能性を感じていて、なので、あえてその、まあ、プラットフォームとか、限定せずにというか、いろんな、その、例えばそのコインチェックさんと一緒に、そのメタバースに行ってみたりとか、もちろんそのアニメ化の話とかあれば、アニメに行くのもありだと思いますし、ただそこを、なんていうんですかね、まあ今までのその、例えばアニメとかの IP、例えばドラゴンボールとか、まあ、作者が物語を作って主人公は悟空でとか決まってるようなものではなくて、こう所有して、NFT として所有していることで、まあ、ホルダーが変わりながらそのコミュニティに所属して、物語を作っていける。で、それで、まあ、いろんな、プラットフォームとか、いろんな、ものを使って、まあ、メディアミックスで、展開していけるってところが面白いところかなと思っているので、そこは積極的にやっていきたいと思っています。ありがとうござい
ありがとうございます。ちょうど今、ここまでは皆さんのやられている、まあ、NFT を中心とした お話を伺ってきたんですけども、NFT の可能性が、まあ、FT は、まあ、FT の仮想通貨ですね。仮想通貨も通貨なので、逆にその設計上自由度が少ないと思うんですけども、NFT は今みたいに、まあ、結構設計が自由な分、いろんなことができていけると思いますので、PFP、プロフィールの NFT、アートの NFT 以外の今後の NFT の可能性みたいなところをちょっとお話を聞いてみたいなと思うんですけども、じゃあメケッツォさん、事前にもそのゲームファイみたいな、ゲームと NFT の連携の可能性とかちょっとお話ししたいって話もあったんで、ちょっとその辺も教えてもらっていいですか？そうですね。今のその NFT の界隈っていうんですかね、NFT アートの界隈で言うと、今本当にただ、物を売ってるだけになってくるんですけど、FT と呼ばれる、なんか、例えば、ポイントみたいなものがつくと、例えば、DAO に貢献した人しか手に入らない NFT があったりだとか、その地域に行った人でしか手に入らないものであったりとか、だんだんそのゲームファイって、まあ、プレイトゥーアーンって呼ばれてますけど、それよりももっとマイルドなものが、NFT から、生まれてくるんじゃないかなと思っています。なので、まあ、ゲームファイと NFT の中間のようなものが、次の NFT ファイなのかなと思っています。循環のところをもうちょっと教えてもらってもいいですか？あ、もう一度。循環のところ、NFT とゲームの循環をもうちょっと今後どうなっていくかってところを。そうですね。まあ、現実で言うとゲーミフィケーションみたいな言い方があると思うんですけど、なんだろうな。まあ、ディスコードでチャットをした回数だとか、DAO で冒頭した数とか、DAO でミッションを出してクリアした数みたいなものがポイントとして FT として配られていく。で、その FT が20ポイント貯まったから、この NFT が君には配られますよ。で、この NFT には、特別な機能があって、その NFT がなければ入れない部屋があるみたいなものですかね。で、これは全然そのゲームで言うとマイルドなものなんですけど、まあ一般的な人からしたら十分ゲームみたいなものが生まれるのかなと思ってます。じゃあ、イキムさんなんかこういろいろさっきのようにリアルイベントとか、まあアパレルの連携のようなことやってますけども、NFT の可能性って意味で、その今やられてベリノ以外の視点で、こうこんなことが NFT できていけんじゃないかみたいなところでアイデアとかも含めて教えてもらっていいですか？まあそうですね。僕は本当に NFT とベリロン同時に始めたんで、そんなにベリロン以外のことはあんま知らないんですけども、はい、結構最近話聞いてて面白いなって思うのは、こう、現実世界のものと引き換えできる NFT みたいなすごい興味があって、例えばベリロンで出すとしたらなんかベリロンの靴下とかと交換できる NFT とか、なんかフィギュアと交換できる NFT とか、でしたら、なんか最悪それと交換できるっていう価値が担保されていくわけじゃないですか。でも流通もできるみたいなふうになったりとか、あるいはそのフィギュアが写真に撮られてて、そのデータが紐づいたりとか、3D データがその NFT になっていて、で、それをこうデジタル世界でこうアピールすることもできるとか、なんかその現に、またこの、あえてこう現物と紐づけることで、また新しい体験も生まれてくるなと思ってて、僕はちょっとその辺気になるなっていうのは。思ってますね。はい。こういろいろリアルなものをペックさせて NFT という形で売買していくってことだと思うんですけど、最近あのツイッター見られてたら、NFT を持ってないと入れないバーに行かれてたと思うんですけども、ああ、なるほど。どんな感じでそのバーが運営されてるかとか、その NFT がどう流通していくかともちょっと教えてもらっていいですか？ああ、そうですね。NFT でこう入れるバー、なんか名前出していいんですかね。P2P っていうバーが、あるんですけど、そこ結構仮想通貨好きであったりとか NFT とか、なんか好きな人の結構最近溜まり場になってきていて、NFT を持っていることで、ポリゴンでした、まあ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、イーサリアムで払えるもので、それで、その会員権が手に入って、持ってたら行き放題みたいになる。で、この面白いのがその会員権を二次流通させることもできるんですよね。っていうふうになって、ツイッター上で私ちょっと旅行行ってしばらく、行けなくなるんで、流通させますって言ってる人がいたりとか、そういうなんか本当に結構純粋なチケットとしての NFT、それも面白いなと。だからそれも結構リアルと紐づいているんで、そういう使い方も、ものとはまた違ってその場所に行けるっていうのも面白いなとは思ってますね。なんか今、二人からいろんな間出ながらも、ちょっとここで2個3振るのは、
大変そうな気もするんですけど、ちょっとニコさんも振ってみていいですか。こう、PFP とか、まあ、アートとしての NFT 以外の NFT の可能性をニコさんから見てどう見えてるのかなっていう。はい、そうですね。まあ、可能性というか、こうなってほしいっていうところがあって、その、今、やっぱりその DAO コミュニティというか、DAO に近いようなコミュニティを運営している中で、その利益の還元方法っていうのが結構難しいなと思っていて、まあ、そこにその FT というところが、まあ、活用できたら、もっと、コミュニティが活発になっていくんじゃないかなというのは思っていて、で、そこですね、そこにちょっと期待しているとか、まあ、自分はちょっと技術者じゃないんであれなんですけど、まあ、そこができるようになったら活発に、なっていくんじゃないかっていうところは思ってます。で、あとは、なんかこう、貢献度によって、そうですね、その FT も発行されるとか、あとは貢献度によって NFT が変化したりとか、なんかそういうのも、面白いんじゃないかなっていうのは思ってたりしますね。ちょうど今、利益のお話が出たと思うんですけども、今までもそのリアルな世界で、こう、はい、まあ、古本とか、まあ、それこそメルカリさんで物を売っていくとかも含めて、二次流通っていうのは起こったと思うんですが、デジタルな世界の二次流通が起こっているのがこの NFT の世界だと思うんですけども、オープン、まあ、例えばオープンシーを事例に取ったときに、二次流通で物が売れていったときに、どういうビジネスモデルとして運営側にお金が入ってくるのかとかを、まあ、事例を交えて教えてもらってもいいですか？はい。そうですね。まあ、今のところは、その二次流通に関しては、運営の方には 10% 今フィーを設定していて、売れた分のまあ 10%。上に入ってくるような形になってますね。で、あとは、そうですね。ちなみにその最初のプライマリーでこう販売した金額の割合と、二次流通でこう流通している割合ってどんなもんなんですか？はい、全体の割れた金額に対して、はい。ですね、今、二次流通の増えてますね。多くなっちゃいました。つまりは。80いったぐらい、はい。初回で販売して入ってきた売り上げよりも、二次流通で手数料として入ってきたお金の方が大きいってことですよね。大きいですね。はい。これが多分その、リアルな世界の、この二次流通市場、皆さん今まで過去ゲームも古本とかも全部こう禁止をしてきたり、規制してきましたけども、二次流通を促進すれば促進するほど、ビジネスとして規模が大きくなるってことが起こってるのが、まあ NFT の世界じゃないかなという。いうところなので、先ほどのようにリアルにペックさせていくことで、そういったことが起きてくると。ちょっと小泉さんの前でこの話、やっぱりしにくいんですが、そういう世界が起こっているというところなのかなと思っています。じゃあちょっとですね、今日は世界でっていうところが一応テーマになっているので、Web3 はもう Day1 から世界でっていうところなので、ちょっとグローバルの NFT 市場どうなってるかみたいなところにちょっと話を移していきたいんですが、先ほどメケッツォさんからブルーチップみたいな話出ましたけども、そもそもその今こううまくいっている、まあ、BAYC をはじめとした伝説的なところも含めて、ちょっとどんな状況なのかとか教えてもらってもいいですか？そうですね。なんか昔本当にクリプトというか NFT って全く流行ってなかったですけど、その頃から発行してる NFT って、例えばクリプトパンクスっていう、まあ数千万とかでやり取りされるような NFT であっても、最初はフリーミントって呼ばれる、なんだ、無料で発行できるような NFT だったんですね。なんですけど、それになんか、なんだ、まあ、伝説的な価値がついたっていうのは、結構面白いなと思ってます。で、さらにそれに追随したボワードエイプも、めちゃめちゃ安い値段で売っていて、しかもそれは4ヶ月ぐらい売れ残ってたんですよ。それを、チームのメンバーが頑張って必死に手売りしていった結果、今のような、まあ、数千万でバチボコやり取りされるような NFT になったな、というのがあります。で、今の、クリプトの冬の時期と、その時期っていうのはちょっと似てるなと思ってて、なんだろうな。まあ、バブルの時はすごい高い NFT がバンバン売れるんですけど、そうじゃない時は逆にそのカウンターカルチャーみたいなものが流行るような傾向にあるなと思って見ています。で、まあ、そのカウンターカルチャーアートで、ちょっとゴブリンとか触れられたらいいなと思って。そうですね。ちょうど今、ゴブリンみたいな話してましたけど、まあ、ゴブリンという NFT が3週間前ぐらいですかね。フリーで、1万体、まあ、販売されたんですけども、今言ったあたり多分、最低価格5、6イーサーみたいな形なので、100万円を超えるような形が起こっていると思うんですが、なんかこれもこう、ミームというか、ネット上でこう、わーっと口コミになってって、その辺でこう、ベリロンも非常にその、
口コミになって、ちょうど昨日1万体の、まあ結構本当にフリーミートに近い価格のものとかが勝手に二次創作として出ていると思うんですが、その辺のそのなんていうんですかね、フリーで NFT をばらまいていく、何のためにやってるのかも含めて、コミュニティ作っていくってところでちょっとお話聞かせてもらってもいいですか？そうですね。結構やっぱり、まあコロナとかも影響してるかもしれないですけど、やっぱなんかまあネットで面白いコミュニケーション楽しみたいよねみたいなのは、なんか多分みんな多分思ってて、ゴブリンタウンのその超高い NFT の勝手何ができるかって、ツイッタースペースでゴブリン語で喋るっていうだけなんですよね。なんか、いやこれ本当でみんななんかツイッタースペースで、ゴブリンタウンみたいなこと言って、そう、うまいですね、やっぱり。ですけど、言ってるだけなんですよ。これさっき言ってたカウンターカルチャーで、なんか結構 NFT も、こう、市場が成熟していくと同時に、すごく意味を求められてきたというか、ロードマップは何ですかとか、ユーティリティは何ですかみたいなところが、こう、ある種、こう、かなり加熱していたところがあって、そのゴブリンタウンっていうゴブリン語で喋るだけの NFT が今市場トップを走っているというか、勢いとして走っているみたいなところがあって、まあでもベリロンも多分まあそれに近くて、結構なんか、ベリロンもみんなこう、ベリーロングってものを何にでもつけたがるみたいな、まあ、まあみんな楽しむんですよね、ベリーロング。どんなベリーロングアニマル以外に何があるんですか、ベリーロング。ベリーロングゴブリももちろんやりましたよ。ベリーロングゴブリもやりましたし、なんかベリーロングタオルとか、なんかベリーロング T シャツ作ろうとかなんか、そのなんか、長いもん何でもいいじゃんとか、あとベリーだけもありますね、なんか。ベリーマッチョアニマルズとか、なんか、ベリーロングアニマルズとか、なんかそういう、もういろんなもんみんなとりあえずベリーとかロングとかアニマルを使ってなんか作ったら売れるし、なんかツイッターでもなんか受けるしみたいなんで面白いみたいなんで、こうコミュニティができていくっていう、まあだからそういうこう何らかの特定の、まあね、ミームってあんま自分で言わない方かもしれないですけど、そのベリーロングアニマルズっていうミームがあって、それのもとにこう人がみんな集まってきてくれて遊んでくれるっていう、感じでやっているのかなと思いますね。ゴブリンタウンとかもだからもうゴブリン語で、ゴブリンタウンっていうのは仮想通貨のなんか相場が下がってで、なんかみんなでこう落ちていくことをゴブリンタウンに落ちるって海外で言って、ミームもちょっと面白くて、この時勢とも合ってる、市況とも合ってるっていうので流行ってるんで、まあそういうのはあるのかなって思いますね。はい。あと先ほどのまあブルーチップの中で、あずきというこう日本っぽい絵のもので、こう世界でもこう、ランキング上位をわーっと占めている NFT があるんですけども、ニコさんも、まあ、僕は最初ニコさんの NFT 買うときに日本の小豆だなと思って結構たくさん買ってたんですが、やっぱりこう、ネオ東京パンクスも日本絵の形で結構世界のランキング上位入ったと思うんですけども、日本のこうコンテンツとかが、こう世界で受けるのか、どういうとこが受けるのかみたいなところを、まあ実感も含めて教えてもらってもいいですか？はい。そうですね。やっぱり日本のそのアニメカルチャーというか、こういったまあ、まさにそのネオ東京パンクスとかアズキみたいな、アニメ風のイラストっていうのはやっぱりファンがかなりいるなっていうのは実感として思っていて。で、あとは、その、今これ、ネオ東京パンクスってサイバーパンクっていう要素を取り入れてるんですけど、結構日本を想像するときに、このサイバーパンク的なイメージを持ってて海外の方って結構いらっしゃって、で、しかもこの、まあ、NFT とか Web3 界隈って、まあ、クローン X とかデザインとか見ていただくと、結構サイバーパンクっぽい要素も入ってて、なんかそういうのは好きな方がいっぱいいらっしゃるんだなっていうのは、実感としてあって、はい。なんで、まあ、今回その、ネオ東京パンクスが受けたっていうところも、まあ、そこが一つあるのかなっていうところと、あとはその Web3 ってその新しいテクノロジーっていうところと、この、サイバーパンクっていうところの相性がいいんじゃないかなっていうのはちょっと今、はい、思っているって感じですかね。じゃあですね、質疑応答行く最後の5分で、まあ、Web3 の中でもそうです。今日のセッションでも一番肝になるテーマとして、まあ、今日も午前中の話も出てましたが、コミュニティって単語が非常に出てくるんですよね。で、まあ別にコミュニティってもの自体は昔からあったと思うんですけども、こと Web3 においては、FT 仮想通貨を持ってる、または NFT を持っている、また両方を持っている人を含めてコミュニティというふうに言っていて、このコミュニティをどう設計していくか、どう盛り上げていくか、どうコミュニティの人と一緒に成長していくかということこそが Web3 のまあ本質的なところにあると思うんですけども、まあ、この辺を皆さんが、まあどうやってるかっていうところを教えてもらいたいんですが、さっきから順番ちょっと変えてみて、じゃあ今度はエギムさんから言ってみましょうか。コミュニティすごい大事ですね、と思って、まあ、てかまあ、それがやっぱり大事だと思ってやってるんですけど、まあ、その、やっぱ言っても、その、
こう、FT にしても NFT にしてもそうなんですけど、結局なんか、こう、ブロックチェーンにトークンのこのやり取りが、こう、の履歴が刻まれていってるっていうのに、それに何が価値があるのっていう、でそれになんでこう、みんなこう、食べ物とかと交換できるお金とかをこう、費やしてやってるのっていうと、やっぱそのコミュニティが価値を認めてるからでしかないんで、ある種そのコミュニティが持ってないと成り立たないというか、うん、なんかやっぱコミュニティがその価値を信じているから、こう、みんな、それに対して、こう、いろいろなものを費やしてくれるっていうものだと思うんで、逆に言うともう ないと成り立たないのかなと思ってやってるっていう感じですね。はい。ちょっとニコさん、今、ネオ東京パンクスで、コミュニティマネージャーとか、モデレーターやってると、結構あっちこっちで、引く手あまたですごい、こう、いい、オファーが多分みんな来てると思うんですけども、今、ネオ東京パンクスにおけるコミュニティマネージャーとか、モデレーターの方がやってる役割みたいなところを、まあ、ディスコードの中も外も含めて教えてもらってもいいですか？はい、そうですね。コミュニティマネージャーはそうです。おっしゃる通りかなり重要だと思っていて、本当にもう引く手あまたというか、いろんなコレクションから、うちのコミュニティマネージャーも声がかかっているようなんですけど、やっぱりコミュニティを運営する上で今、そのディスコードっていうツールが、メインで使われていて、で、ここってまあ結構いろんな方も入ってくるし、まあいろんなところでその DAO 的に動いていると、いろんなところでいろんな企画が、発生したりするんですよね。まあ、そこを、うまく、円滑に回っていくようにっていうところで、コミュニティマネージャーっていうのは本当に重要な役割を担っていて、なので、ここがいないと本当に、成り立たないというか、っていうぐらい重要なポジションなので、今後も多分、コレクションを運営していく上で、まあ、ある程度大きなコミュニティを運営していく上で、そのコミュニティマネージャーっていうのは必要になってくるんじゃないかな。まあ、重要されるんじゃないかなとは思っていて。はい。で、いいコミュニティマネージャーってどんな方なんですか？はい、良いコミュニティマネージャーってどんな方なんですか？そうですね。でも全体をこう俯瞰的に見れて、あとは、何ですかね、やっぱり単純にしっかりこう、コミュニティに、入っていける時間がまずない、そもそも成り立たないような、職業というか、はい、立ち位置だと思うので、なので本当に俯瞰的に見れて、しっかりコミットできるような方っていうのが、やっぱり必要になってくるかなとは思ってますね。わかりました。ありがとう。じゃあ、最後、メケットさん、今日長くやられてるんで、はい、そのコミュニティマネージャーとか、今どういうふうな人を抱えてるかとか、どういったところがポイントで、なぜこんだけ、こう、Web3 においてコミュニティマネージャーが重要視されているかみたいなところを改めて教えてもらってもいいですか？そうですね。まあ、会社に人事がいなければどうなるのかみたいな話かなと思っていて、まず、コミュニティに入ってきた人に対して、まあ、コミュニティの説明、会社の説明がないだとか、オンボーディングをする、先輩のエンジニアがいないとか、プランナーがいないみたいな状況になると、どんどん、入ってきたけどすぐ離脱するっていうのは、人がすぐ生まれるんですね。それを埋めてくれるのが多分コミュニティマネージャーであったりとか、他のコミュニティのメンバーみたいなものかなと思ってます。あれですか、やっぱりその、今までのコミュニティマネージャーで対ユーザーになってるけども、今回 Web3 の世界って NFT の FT を持ってるから、どうしたら従業員に近いというか、一緒に働いてる人に近いから、そういうオンボーディングみたいなことが必要だかってことですか？まさにそこでして、今まではユーザー対ユーザーだとすると、カスタマーサポートっていうのは重要だったと思うんですけど、NFT のホルダーっていうのは、その NFT を盛り上げるための、まあ、ある種株主よりももっと、こう、ウェットな関係、従業員っぽい人になるんですね。なので、まあそこに、人事みたいな人がいたりとか、オンボーディングする人みたいな人がいると、かなりうまくはするのかなと思ってます。そういう人はもともとどういう仕事されたとか、どういうスキルセットの方がやられてるんですか？僕らのコミュニティの場合は、ライブ配信者を逆にというか、据えてますね。インターネットで配信をして、ファンと密につながっていたような人。ありました。ありがとうございます。ちょうどですね、残りが、15分で、15分、まあ、会場から質問を取るということで、ちょっとどんな質問出てくるかわかりませんが、まあ、ざっくばらんに、ちょっと初心者だから質問しにくいでも全然構わず、ご質問いただければと思いますので、ご質問の方は挙手お願いします。じゃあ、あちらの。本日お話ありがとうございます。トロ族長です。僕もこう、絵描いたりとか、3D でこう、
ブレンダーで 3DCG 作ってですね、ロボロックスタジオでこう公開して息子たちと遊んだりするんですけど、まあ、ふとじゃあ次ユニティのアセットストアン出そうかなとかいろいろ思ったときに、実はプラットフォームって分かれてた方が一次生産者って全部オリジナルが売れるんで、まあ、一番儲かるんじゃないかなってたまに思ったりするんですよね。で、先ほど二次流通で売上のテンパーが一次生産者にも入ってくるみたいな仕組みみたいなところでいくと、まあ確かにじゃあ二次流通でもちゃんと著作権的に入ってくるんだなと。で、その場合ってじゃあさっきのフリーミント的なフリーミアム、まあ最初ばらまいてでもペイできるみたいな話になると、なんか全部無料になっていく世界なのか、一次流通が。果たはなんていうか、さっきコミュニティが重要だとおっしゃったので、結局はじゃあ、ソシャゲとかで起こった、最後は大手 IP とか、ファンエコノミーごっそりあるところが参入してくると、まあ結構そっちがマジョリティになるのかとか、なんか NFT、この Web3 界隈ってどういう進化していくかっていう見立て、皆さんどう思ってますか？誰にこう回答してもらいたいですか？なんか、どなた出ますか？じゃあ、どなたか行きますか？じゃあ、エイキムさん。まあ、フリーだけになっていくのかっていう、まあ、ちょっと特定のトピックになっちゃうんですけど、フリーだけになっていくかって言うと、まあ、そんなことないんじゃないかなと思って、結局、まあ、それって結構長期的っていうのは、まあ、何年何十年のスパンで考えたときに、ずっと流通してないと、その運営側にお金入らないってモデルになってきちゃうんで、で、かつ、二次流通で、しっかりこうやってもらうってことは、発行枚数を制限、した上になるので、割と長期の成長って見えないとは思うんですよね。だから結局、ずっと一次流通で、お金が入ってくる仕組みっていうのは運営的には絶対必要なんで、まあ、フリーミントっていうのは結構カウンターとして起きてるって感じで、今後ずっと続くってわけでもないのかなって僕は思ってるっていう感じですね。先ほどメケッツさんもカウンターカルチャーだみたいな話をされてましたけども、その辺どうですか？そうですね。なんかフリーミントをする場合って、知名度がない人が、その広告費の代わりにフリーミントするみたいな意味合いが結構強くてですね。なので、まあ、どっちも生き残るし、フリーミントはどっちかというとロングテール側にいるのかなと思ってます。そうですね。両方あるかなっていう感じですね。じゃあ、ちょっと次のご質問ある方いらっしゃいますか？僕、逆にめちゃめちゃ世界中の NFT を持たれて、大富さんからなんかご質問を。世界中の NFT を持たれていると思いますんで、ブルーチップと言われて NFT を何十体と持たれていると聞いてますんで。いや、そうですね。僕、割と好きで見てるんですけど、逆に、内藤さんにお伺いしたいんですけど、僕から、質問っていうよりは、皆さんに、日本のこうエスタブリッシュメントに一番こう NFT を普及させていただいたのは内藤さんだなと思ってまして、その内藤さんから、見て、お三方のプロジェクト、僕も所有させていただいているんですけども、どういうところを期待したりだとか、今後どういうふうになっててくれたらいいなとか、あと百戦錬磨の内藤さんから見て、俺やったらこうするな、みたいなところがあればありがたいなと思います。よろしくお願いします。モデレーターとして若干だけ、そうですね、僕はまあ、3月、4月ぐらいに多分100イーサぐらい大量に買ってたんですけども、国内だけ限って。やっぱりその、日本の NFT が、まあ、メケソさん昔からですけども、やっぱニコさんとかが始めた、去年の秋口ぐらいから始めてクリエイターさんが圧倒的に多い状況で、やっぱりグローバルで見ると半年から1年ずれてるんですよね。で、こっからまあ、ウォレットを持ってる人も、メタマスクで多分3、4千万人という中で、日本多分数万人しかいないというところで、その人口比で見たときに、いびつに日本のマーケットが100分の1もないかなという状況なので、ここから少なからず世界のマーケットの 10% とかの市場に日本の NFT 市場がなっていくとしたら、今日ここに、まあ、出ている、クリエイターの人たちがまず先に伸びていく。それはなぜかって言ったら、まあ、BAYC もそうですし、全部やっぱ先にトップが伸びるんで、そういうところでこの方々に、まあ、先頭を切って走っていただいて、こう、市場規模を少なからず世界の10分の1にしていくところをやってほしいと思ってますし、まあ、そういう気持ちで、結構たくさん売るつもりなくたくさん買ってってるということをやってますというところですかね。はい。じゃあ他にあと1、2問入ったらどうぞ。あ、すみません。僕は音楽フェスとか、ナイトクラブを経営してまして、で僕音楽、例えばフェスとか、はい、NFT でなんか権利を買って、それをいや、もうこのフェスって結構若者が多いので、うちダンスミュージックフェスティバルでやってるんで、でそういう、その音楽とフェスと、そういうナイトクラブと、なんかこう、できることとか。ここはもうコーチェラ出られてる、メタニさんが一番適切だと思うんで。
はい、ちょうど、来月に僕2つイベントを抱えてまして、クリプトアートフェスっていう、まず、メタバースと、現地でやるアートフェスっていうのをやるんですけど、それとは別に、Wave3 っていう、渋谷のウームでやる音楽イベントを企画してます。で、まさにダンスミュージックだと思うので、ですが、まあ、そこは大沢慎一さんとか水曜日のカンパネラとか、そういう、昔から NFT をやっていたとか Web3 に興味があるアーティストたちを呼ぶのと、あと、まあ、まさにベリロンさんみたいな気鋭のアーティストたちをコラボさせて。あ、そうですね。それのイベント、はい。コラボさせていただきます。よろしくお願いします。まあ、一気にちょっと派手なイベントをやろうかなと思ってます。なんで逆にその音楽フェスと NFT が相性いいと思ってるんですか？そうですね。まさにそのベリロンさんがそのオフ会みたいなのを重視してたと思うんですけど、NFT 自体がイケてるっていう発表の場を作ってあげないといけないなと思っていて、で、それはやっぱりその音楽フェスであったりとか、その、なんだろうな、ちょっとマイルドヤンキー層に向けたような施策を打っていくべきかなと思って活動してます。ちょうどこの登壇者皆さん、来週はニューヨーク NFT にみんないると思うんで、ニューヨーク NFT みたいな、ああいった場所で夜何が行われているかちょっとね、ケッツォさん、教えてもらって、こういうリアルな IT イベントが昼行われてるんですけども、夜何が行われてるかをちょっと。もう夜はもう100個ぐらいクラブパーティーが行われてますね。そこにはもう NFT を持ってないと入れない、クラブイベントであったりとか、僕もまさに、3月に、NFT LA っていうロサンゼルスであったイベントには行ったんですけど、ここにスティーブ・アオキっていう DJ が NFT を発行していて、そこの NFT を持ってると、スティーブ・アオキのプライベートパーティーに行けるみたいなのがやってたりします。で、まあ、ファンとしては、スティーブ・アオキにまさにこのぐらいの距離で会えるんで、もう涙が出るぐらいなんですけど、まあ、そういう、なんだろう、リアルとも接続して、イベントを実施するっていうのがあっちの、もう、すべてのカルチャーみたいな。感じになってますね。僕も先月お誘いされていけなかったんですけど、ナイキとアーキファクトと村上隆さんのやつがニューヨークでイベントあったんですけど、一晩で5億かかったって言ってましたね。恐ろしいですね。はい。それぐらい、まあ、なんでしょうね。リアルと実は NFT が非常に密接に結びつき始めていて、皆さんどうしてもこう、プロフィールで見るものとか JPEG の画像ってイメージ強いんですけど、めちゃめちゃそのリアルなパスポートというか、もっとペックしてってるので、今のお話のように、ここからは非常に連携多いんじゃないのかなと思っています。あと一人二人ぐらいの質問だ。じゃあどうぞ。あ、ライフルの井上です。もう53歳で一生懸命この領域をですね、勉強してる最中で初心者なんですが、日本で初めてのダンスリーグ、プロリーグで D リーグっていうのが、世界で初でできたんですけど、これをなんかこう世界に広めていくときのダンスの好きなファンコミュニティをなんか NFT と絡めていくっていうのはいけそうなのかなって感じたんで、それ合ってますかっていう質問と、もう一個、あともう一個ですね。これ今、ウクライナとロシア戦ってますけど、僕世界を平和にするっていうビジョン持ってまして、世界平和につながるようなこの NFT の使い方とかってなんかこう仕掛けを作れないのかなという、二つ、すいません、手短に。じゃあ前半、どう誰かこうして、先にウクライナDAOの話を。あ、どうぞ、じゃあウクライナの話を。まさにその世界平和じゃないですけど、ウクライナに寄付をするぞ、みたいなのを掲げたDAOがいまして、で、そこでその NFT の収益だったりとか、そこなどでトランスファーされてきた仮想通貨っていうのは、すべて募金、化されてウクライナの政府に送られたっていう実績があったりします。違う視点で言うと、ワールドムーマンって NFT だったりとか、BF って NFT は女性のまあ権利とか、女性の社会進出みたいなものを応援している NFT コレクションになってまして、それを保有している人たち全員で、まあそうやって世界に行こうみたいな形で、そうすると今度企業さんが、そのワールドムーマンの NFT を何百万何千万とか買って、うちの会社はそれを応援してますよみたいな姿勢を出すような形になってきているので、その NFT を通した新しい寄付とか支援みたいなものはもう事例としては出てきてはいますね。ちょっと前半のそのダンスのところでは一番ダンサーっぽいエイキムさん。いやいや。僕ダンスやんないですけど、いやまあ、ダンスチームに NFT 使うってすごいあるんじゃないかなと思っ
って言って、結構そのマイナースポーツで今までこう、あんまマネタイズっていうのを考えられなかった。例えば北島康介さんがやってる水泳のチームとかもあると思うんですけど、あるいは最近太田由紀さんとかもあの NFT 始められて、そういうところも注目してるかもしれないなとは思ってるんですけど、結構あの、やっぱりこう、一人3000円のチケットをこう、買ってもらってっていうのだと結構難しいじゃないですか、マネタイズか、そういうスポーツだと。じゃなくて、こう、なんか NFT で特別な、こう NFT の会員権で、一つなんか100万円とかで、なんかそのダンスの間近で見れるとか、そのダンサーの人たちと交流できるみたいなチケット発行して、でもそれって二次流通できるから、一次流通がその価格でも、まあいいかってなるとか、まあなんか、あの、そういう、こう、NFT と今まであんまりこう、マネタイズができなかったエンタメ領域っていうところが重なっていくのは、まあ、すごくあるんじゃないかなと、僕は思ってるっていう感じですね。はい。あとは、すでに発行されてる、例えばベリロンさんの NFT を、使って発行するとか、それを着た、ユニフォームとかを作って踊るとかをすると、例えばベリロンの NFT をチームで先に買うじゃないですか。で、自分たちで価値を高めれば、その分のリザイが得られるみたいな活用方法もあったりします。なんかアメリカのスポーツかける NFT のイベントとかの登壇内容とか見てますと、もう結構やっぱり進んでいて、そのシート自体を NFT 化して二次流通させていくみたいな話をやってるんですけど、その通常のチケットの二次流通と違うのは、まあ一つ目はそのダフ屋さんとかが存在せずに二次流通手数料が運営に入るっていうのはあるんですが、やっぱり NFT 持っている人同士がコミュニティになってくるんですよね。そこがそのチケット持っている人同士でコミュニティ多分ないんですけど、NFT 持っているとコミュニティになってくるんで、そのチケットの NFT 化を通して、またね、シートの年間シートの NFT 化を通して、コミュニティを作っていくっていうの動きは結構アメリカのスポーツでは動き始めが出てますね。そうですね。やっぱりチケットを写真に撮ってそれをアイコンにする人とかまあいないとは思うんですけど、NFT についてるクリエイティブがいけてるからそれアイコンにしたいみたいな、そのオンラインでそういう持っていることを表明しやすいのも特徴なので、それによってコミュニティができていくっていう側面はあると思っていて、そういう期待もすごい確かに持てるなというのは。はい、思ってます。最後一問いけるかなぐらいですが、いったらですけど、最後いきますか、一人ぐらい。大丈夫ですか？逆に、ニコさんに質問したいんですけど。はい。いいですか？僕いいんですか？あ、ニコさん。あ、ニコさんに、はいはい。結構、分散組織でやってると、すごく揉めやすいのが、報酬設計。チームに対しての報酬設計で、まあ、揉めて解散するチームとかが多いんですけど、それを、ニコさんのチームはどういうふうにやってるのか聞きたいです。ニコさんお願いします。はい、報酬を今 NFT で払ってますね。で、ただ、最初に払っちゃうと、やっぱりその DAO 的に動くと、参加しなくなる方ってもいらっしゃるので、なので、例えば1ヶ月、その方の動きを見て、運営メンバーで投票制にして、その1ヶ月の動きどうだったってところで、じゃあ NFT を支払うっていうような、やり方を取ってますね。で、やはりそのもらった方は、それが価値が出るように、またさらに動いてもらうっていう形で動いていただけるので、そういった形を取ってますね。なんか僕、ネオ東京ファンクスのディスコードにも入ってるんですけど、はい、見てて感じてんのは、なんか皆さんその手伝ってる方が言ってるのは、ニコさんの人柄がいいから手伝ってみたいなこと言ってるんですよね。で、これなんか結構その、柔らかいような話で、その、リアルに会ったことない人ばっかりがいるのに、人柄に触れてって言ってるのすごい話だなと思っていて、で、通常のこう、リアルな今までの昭和の世界で言うと、リーダーシップでバーッと言って、みんな引っ張るぞみたいなことこそがリーダーシップみたいな世界にあるんですが、この DAO の世界は、お互いに手伝い合いたい、なぜか手伝いたいかを報酬設計以外のところも含めて、設計してこないと、今、メケッツォさんが言ったみたいに揉めやすい。で、やっぱりどうしてもこう、DAO って言うと、FT に FT で、もう報酬で引っ張っちゃう組織が出やすいんですけど、それをやるとやっぱり揉めやすいのかなっていうのは今ちょっとお話のまあ話を聞いて思ったところとしてはありますね。ありがとうございました。はい。じゃあですね、本当は締めの一言みたいなところあるんですが、ちょっと時間が来てしまったので、今日ちょっと異色なセッション、なんとか無事終えたかなと思ってますので、皆さんありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。